ということでね、今回は網走刑務所からの脱出ということでね、はい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 、やっていきたいんですけど、うちには脱出のプロというのがいまして、何なんせこのわさびくん、はいはい、保育園の時に保育園から脱出してお母さんに会いにいたという脱出のプロなんですよね。計2回やるらしいです。幼少期から脱出をねしてた脱出のプロがいるんで、脱出マンなんで、プリズナーと呼んでください。プリズナーわさび。わかりました。プリズナーさん、じゃあ一緒に行きましょうか。いや、わさびと呼んでください。やっぱりわかりました。よし、じゃあ脱出始めよう。よし、始めから行ってください。行ってきまーす。はい、行ってらっしゃい。行ってきますっておかしくない？そんな警戒には出れないよ。そうだね。はい、ということで、もう何の犯罪を犯したのかも分からず入ってきましたね。完全にあなたはあれでしょう、下着泥棒でしょう。入れ、下着泥棒か。パンツの見切りで、うん、そうパンツの見切りでね。なんで俺がこんなことに。結構感情入れていくね。演技もちょっと今回白熱していこうね。オッケー感情入れていこうね。お前、警察官役やって。あ、わかった。こんな刑務所脱出してやるぞ、おめえ。あれ、それ俺の役な。あ、違う、警察役だからお前。あ、すいません、ごめん。警察役ってもう出てこないよね。ねえ、気づいたけど。今気づいたけどさ。あ、そう。え、つうことで、はいはい、何かを使って脱出を組み立てると、まあそりゃそうだな。面白いじゃん。面白い、この時点で面白いって思える。はい、まずちょっとさ、右下の方に黒いなんかゴキブリみたいのいない？いません。そんな、これはあるでしょ。これ、はい、ほら、何かを引っかかれそうな穴だ。普通に穴です。うーん、おい、お前何やってんだ。そこの囚人番号、うんこ。いやもう始まんねえじゃん。もう出れないよ、そんな感じされてたら。あ、そう、ずっと俺見てるよ、お前のこと。今時の刑務所テレビとか置いてあんの？まあこれはあれだね、完全にこう個室。このほうきをなんかダブルタップでなんかできんのか？あ、できませんと。掃除、窓枠の色が違う。おお完全にこのネジ、これ大丈夫かよ、この刑務所。そのビスを緩めるんじゃない？そうだね、完全に。ただ何でやるって話だ、ね、ドライバーがないね、ドライバーが。あ、シコティがある。いや、シコいらねえから。お、何これ、割れてる。割れてるね、そこチャンスじゃない？チャンスって何？チャンスなところじゃない。ほらほら、開いた。ほら、髪の毛1本。チャンスチャンス。髪の毛じゃないでしょ、タイラップみたいな陰謀。まあ、とりあえずね、なんかゲットできそうなものをゲットしていこうか。そうだね。お、何これ、なんそれ。馬の爪。いや違うでしょ、なんであんの、馬の蹄が。お、あ、裏側とかもあんだ。いや、めっちゃ穴あるけどね。めっちゃあんじゃん。丸バツゲームの丸しか書いてない。丸バツゲームの丸しか書いてない。ルール知らねえやつだ、これ。シミ。あ、これ拭くんだ。ああ、なるほどね。絶対そう、これどうやってやんだろう。いや違うらしいわ、使えませんね、アイテムは。シミなんだね。ご飯、飯だ、うまそう。めっちゃちゃんとし、あ、この箸とかパクってみちゃったり。網走刑務所ってこんな感じなんだね。ああ、俺が行ったあの刑務所はもっとね、ひどかった。嘘つくな、柄悪いやん俺ら。床になんか落ちてる。手が届かないからほうきで取ってみよう。そういうこと？これアイテムの使い方が一切わかんないんだよね。アイテム取るだけかな、もしかして。床に何か落ちている。難しいね、それだけじゃ。まあまあまあ、お前のヒントはね、まだもらわないよ。あー、オッケー。うん、思いついてないだろうし。いや、もう300ぐらいあるよ、もう。マジで？このゲームそんなにあんだ。あるあるある、これもう超自由だね。自由度が高いわ、もうこれ見てて。枕にティッシュ、ベッドにティッシュ。お？お？お？あ、見たことないとこ来たけど。お、わかったわかった。飯だ、飯。どうしよう、飯。飯か。うわ。なんで、置けるよね、絶対。置いてくださいみたいなさ、模様みたいな出てんだもん。な、確かにな。お、どうやって？どうやって？何をやった？何をした俺は今。何をした？ま、飯を食って箸をゲットするとかないの？あ、ゲットした。おお、ゲットした。お、ん？え？なんだそれ？何これ？何それ、白玉。何これ、白玉だ。白玉を、ゴムじゃん、あのゴム繊維だよ。何ゴム繊維だよって。なんかくっつけるんだよ、穴を。あ、わかった、水の穴を塞ぐんだ。あれでトイレの水の穴を塞ぐ、あのトイレトイレの便所のその穴を。それで違います。違うでしょうね。違うんだ。だって塞いでどうすんだよこれ。いや、設備はちゃんときれいに扱おうねっていう。いや、白玉詰めるバカいるか、それで。何かを引っ掛けられそうだで。あ、お、わかった、わかった。白玉と、どうした？白玉と、あれだよ、ロープ？白玉とロープ？白玉と紐で、あれでいけ。後ろ向け。さっきの鍵かなんか拾うやつ？なんか知らねえけど。これな？そう、それ。
違う、まずロープを使って紐だけじゃ取れないからの白玉、白玉なんでな、何をしようとしたんだよ白玉で。くっつけられない。だからほらくっつくじゃん白玉。あのさ、お前白玉ってそんな粘着性ねえからないやこのゲームでは多分粘着性だと思うんだよね俺は。違うかな。白玉は濡れてるからそんな粘着性ないはずだぜ。そうなの、そんなリアル。真っ白な白玉でこの汚れを取るってのはどうだ。いや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 、なんかそれも嫌だし。2回タップでアイテム拡大、組み合わせることもできる。え、ドラッグできなかったけど。いや、ほうきと道具を組み合わせよう。なんでできた？ねえ、できたじゃん。何やったの？いや違う、このゲームの感度が悪すぎる。本当？これだけじゃ釣り上がらない。あなたの指って。これ？違う違う、絶対白玉だって、白玉だって。なんで白玉が出てくんだよ。いやだから白玉なんだよ。で白玉なんだ。ほら言ったろ。だから言ったじゃねえか。あんだけ白玉なんだ。白玉なんだよ。くっつくんだよそれで。そうなのか。ほら取れた。来た来た。はい、引っ掛けられそうなやつ来たね。はい、一個取ったらもう俺らは謎解くよ。解いて解いて、はい。解いちゃうよ。あれあれ次元だ。引っ掛けだよねそれ。おお、できた。おお、なるほど。おお、いいね、いいね、いいね。オッケー、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 オッケー。引っ掛けだね、これ。鉛筆だけど、書く用のやつじゃねえよっちゅうね。そう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 。それをね、教えて。よー、いや、もう、惚れてんじゃん。惚れてんじゃん。最初から惚れてんじゃん。その工程はどこ行った？はい、終わったー。はい、絶対勝ったー。え？ん？別室？あ、隣の部屋？え？なにこれ、あ、わかった、わかった。さっきの丸バツだ、丸バツだ、さっきの。お前見てこい、お前ってやつは。行くぞ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 。上の真ん中2つと左の真ん中2つ、オッケー。行ってこい。いや、それは。いや、めっちゃナイスだわ。自分でも鳥肌立ったもん、俺自分で。ああ、なるほどね。ここ以外をやるんだ。なーぜー。どういうことなの。つうか刑務所にあるこれなんだよ。なんでこんななんだ。確かに。え、もしかしてパワーを装填しないといけない？なになになに、なんだこれ。探せ、箸で取る。お、あ、ちょっと待って、これなんじゃん。おうおうおう、これ取ろう。お、取った取った取った取れた取れた。よし、よし、じゃあ隣行け。部屋と部屋行き来しないといけないじゃん。わー、忙しい。へー、忙しいね。忙しいですね。忙しいね。 2DK だね。とにかく水をめちゃくちゃ流して。はいはいはい。で、何が起きた？向こうか。なんか、とりあえず取れるアイテム取っていこうか。爪楊枝、爪楊枝、鉛筆、鉛筆。水を流したことによってトイレの、うん、トイレの中。何が起きたんだ。濡らす、濡らす、そうだ、濡らす、濡らす、あれを汚れ取る、あれを拭く、うん。うわ、気持ちいい。何これ。あ、何これ。あれだ、さっきのやつだ。さっきのグラフだよ。グラフ。左一番長い、右ちょっ、二番目、うん、右。Okay、あ、わかった。もう覚えた。俺に聞け。わかんなかったら。もう覚えたね。うん。わかったわかった。あれ。一番左が投げ。やべえ、何も反応しねえ。投げ、中く。入れ替えらんたりもしないっぽい、まだ。ええー、ちょっと待って待って待って。落ち着け。今何が起きてんのか。とりあえず鉛筆でこう書いてこう。そうだね。なぜ。なぜ。棒が3本になったんだけど。なんで棒け。箸はこれ、これなんだろう。あ、お、お、あ、棒3本入れる。お、あ、さっきのあの長さや。さっきのあれか。じゃあ1本ね。あれや、1本ないねえ。でもさ、箸ってどっか探せ。一番左が一番長かったよね。長い、まあ、とりあえず1本探しに行こう。ゴミ箱は、あ、お、来た来たー。それだよ。これが、うん、ここか。いや、それ、あれじゃない、椅子とか直すけ。いや、これ、あ、ここなんだ。まず、あ、じゃあこうじゃん。そうで、そうで、ん、違う、違う、あ、こうだ、いた。そうなんだ。ドライバー出てくるんだ。ドライバー来た。はい、外、はい、外。すま、すんごい楽しい。窓、窓、窓、窓。何これ。窓、窓、向こうの部屋の窓、もう出れんじゃん、これじゃ。行け。はい、出れんじゃん。はい、鉄格子、出よう、出よう、出よう、こっから出ようよ、こっから出ようよ。出た、出た、出た。え、何？そっからも続くの？いや、そうでしょう。いや、そっからはもう契約違反だわ。契約違反って何？え、これ何？え、部屋帰った方がいいよね、絶対。監修戻ってくるとかはないよね。監修が戻ってくるとかあったらもう出れないんですよ。これ何何何？うわ、まだ謎が解けてないんだって。
うん、ドライバーでもう一個取れた。うん、うん、うん、そんで行こう、そっちへ。そんで、中行こう。中行くの？反対側の部屋行こうぜ。なんで？あ、これじゃん。ほら。おう。え？え？え？これもなんかあるんだろうな。うわ、なんかあった、こういう色の色を表すやつ。色を表すやつ。あ、あれか？なんだ？あれ、蛇口んとこ？一回やろ。それで、なんかそれとさ、うん、それがあれなんじゃないの？なになになに、この本？これだ。もしかして。あ、この本だ。分かった分かった、本だ。青、紫、ピンク、青。ねえ、こういう細かいのにもあるんだ。青、紫、ピンク、青。青。はい、来たー。おもろ。うわ、あ、テレビ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 。あ、行こう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 。TV、TV、TV。エッチなビデオ、エッチなビデオ。はいはいはい。わ、これさっきのあれやー。笑わしてくれよ。絶対そうやー。あー、もう、はい、分かっちゃった。丸抜き。左斜めピンピンね、オッケー。左斜めピンピン。はいはい、オッケー。左斜め、はい、ピンピンと。ピンピン。はぁ。ちょっと待って。なんだろう。あ、それ以外ね。はぁ、そのノートもな、なんか、おかしいんだよな。ノートが未だに。うん。おいおいおい、左斜めピンピンとこれを組み合わせる？いや、どうやって？なんかそれ、あ、ほら、見ろ。うん？任せろ。え？俺に任せろ。何？どういうこと？どういうこと？何？何なの？はい、左斜めピンピンの、そういうこと？ほら、おお、合わせたんだよ、あの丸バスと鍵だ。左斜めピンピンよ。あ、そういうことね。はい、来た来た来た。やるね、ラムネくん。気持ちよすぎる。おう、任せてくれよ。あげろ。一緒に出よう。ロープや。ロープや。ロープだ。はいはいはい。これで外出れる。外行け。行くぞ。脱出するぞ。俺らは。引っ掛けられるところが。鉄格子で。はい、鉄格子。よし。はい、ナイス。はい、はい。やった。はい、運動会だと思った。よーし、よっしゃ、ショーシャンクの空だ。勝ったよし、おもろ、おもろかったな。めちゃくちゃ面白い。いやー、なんかこんなにお前とこう助け合いながらね、仲間意識できたのはもう一度もなかった、人生で。あー、最初めっちゃイライラしてた。俺に？いや違う。あ、俺にじゃないよ、ね、あー、やめようかと思った。うん、いやー、よかったね。いやー、俺らの脱出経験が生きたわ。いやー、脱出経験、まあお前はね、まだそんなパンピーだけど。まあそう、そう、そうか。いや、これ、第2も出してほしい。第2っつうか、第2弾。いやー、これ、ね。ということで、網走刑務所からの脱出、マジ神ゲーでした。神ゲーです。これ見ちゃった人はもうできないと思うんだけど。そうだね。申し訳ないけど。うん。まあ、ということでね、また次回お会いしましょう。脱出成功でした。はい、脱出成功しました。バイバーイ。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。